イとパズルボブルエブリバブル。めちゃめちゃ世界中で人気のゲームなの知ってて、僕はでもやったことないからめっちゃ楽しみです。で、対戦。何？オンラインで、オンラインデビューしちゃう？体験版で世界中の人とできんの？やばくね？私のパズルボブルバージンを捧げます。やべえ、相手さ、分かってとかだ、思うし、スーパー初見だっていう。分かりやすくさ、別のキャラだっていうのが分かるようにしとこうか。はい。うん。うん、どうなってんの？もう全然、ルールもさ、操作も知らないんだけど、よろしく言ってる。よろしく。どうやって遊ぶのこれ。どうやって遊ぶのこれ。何ボタンで何が出るのこれ。あ、下になんか色が出てるんで、だからこれ緑でしょ。でこれが青、これが黄色、これが青、これが緑。死んだ。よし、まだオッケーよね。オッケーオッケーオッケー。やっとこの下に色があるのが分かったよ。だから今青を投げてね、青で、これがピンクね。参りました。なんだか分かった。もう一回やらせてくれよ。ありがとうございました。ありがとうございましたとか出さない？出さないか。だから今、ピンクにした方がいいんじゃない？入れ替えて、で、ピンク飛ばすみたいなね。で、入れ替えて、黄色飛ばすみたいな。ね。で、青。で、全部スローなのね、これ。んで、黄色で入れ替えて、そこ青いける？あー、むずいな、スティックが。で、あれ？あ、勝った。なんでかわかんないけど、勝った。よし。勝てばいいのだよ。緑、入れ替えて、ピンク、入れ替えて、黄色。入れ替えて、そこにピンク、そこピンク。あー、やられた。青。違う。結構動くのね、勝手にね。で、やべ、すぐ。緑で消してくれ。で、青。で、ピンク消してくれ。そこ。で、黄色すぐ。なんか遅いな、スティックが。こういうもんなのか。こういう、すぐ負けた。左右のスティックがトロトロしてて大変。よし、行くぞ。動いてくれ、スティック動いてくれ。あ、十字キーいけんじゃん。よし、十字キーでいけることを知った。すぐ。あ、そこ行かない。あ、やべ、負けちゃう。負けた。参りました。よし、なんとか分かってきたよ。よし、次勝利宣言しようじゃないか。次僕勝利宣言するよ。 Y とか押してみる？ずっと A 押してたけど一緒かな。 Y、 あ、何にも出ねえ。よっしゃ、勝利宣言しちゃうよ。
大勝利宣言したいよ。スティックが、スティックじゃないや、矢印が落ち着かないのは仕様なんだね。やったマーグレイ。よし、行くぞ、そこの緑。で、奥の黄色。よいしょ。緑行け。なんだそれ。よいしょ。すぐすぐピンク、ピンク待ち、ピンク待ち、ピンク、ピンク待ち、ピンク来た。よし、負けた。なんで負けたんだ。まだまださ、たま、僕のとこまで来てなかったのに。よし、緑、奥の青、黄色欲しいな。入れ替えて黄色、青、ピンク、黄色で、緑、あそこ行かなかった。じゃあピンク消す。で、緑、今度こそ消えなかった。結構審判判定厳しいね。どうよ、消える？それ消える。よし、で、入れ替えて黄色で、奥緑。よし、で、青いけ。やったー、ゲームセット、初勝利。こっから破竹のね、 V3 達成するよ。まだあのちょっと特殊な形をしたブロックの意味が分かんないんだけど、お邪魔と関係していそうな予感はしています。よろしく。よし、いきなりなんか青い彗星みたいなのがあるぞ。あれいいんじゃねえの、あれ青で消したらいいんじゃねえので、真ん中ピンクで、あーいける、黄色で、緑で、黄色で、青、そこ、あー外した、緑で、そこ青、今度こそお願いします。で、ピンク、黄色からの青をそこに入れて、その隙間に、やめやめやめ、なんかポヨンポヨンしてます。無視、青、青できます。お、なんか知らねえけど分かった。自分のことで精一杯です。はい、お願いします。青、そこの隙間、黄色奥で、端ピンで、そこ緑で、端ピンで、そこ黄色、消える。よし、で、青、そこ消そう。で、奥緑で、青、そこ消してくれ。よし、で、そこ奥ピンク、入んなかった。やべえ、そこ入んなかったか、入んなかったか。あ、勝ちました、イエーイ。ありがとうございます、よろしく。風呂上がりの女の子みたいな格好してるね。やっべ、いきなりやんべ。黄色に変えよう。黄色に変えて、そこ外したか。奥青、奥ピン、無視、奥ピン。ちょっときついな。いった、よし、でかい。青、やったー。なんで買ったか分かっていませんが、嬉しいな。よし、すぐ黄色で、そこ黄色。よし、で、余裕が出たところでピンクで、緑。あー、結構グラグラ動くね、このカーソルが。黄色消しとこう。で、ピンクで、青消しとこう。で、ピンク消しておきましょう。で、黄色、ありがてえ。で、青、奥で、そこ黄色消したい。で、奥のピンク消したい。そこ青いく。あー、きつかった。よし、どうよ、やったー。
あぶねえ、右の端っこ、なんか無色透明のが来てたよ、丸い玉が。あれが競り上がったら負けなんだよね。たまに競り上がってなくてもね、決着がつくことがあるんですが、3連勝おしまい。レディー、お願いします。あれ、今回カーソルがほら固定されてるよ。なんかいつもさ、グラングラン動くのにさ、今カーソル、お邪魔のなんか効果なのかな。今カーソルさ、すごい固定されてんじゃん、ほら、めちゃめちゃ固定されてんだったらさ、もう楽よ。ずっとさ、今までさ、グラングランでさ、グラングランでコントロールしなきゃいけなかったからさ、今ほらおとなしいじゃん、カーソルが。そう、助かるよね。で、やべ、あれどうやって消すの、あのお邪魔。なんか隣接させんのかな。やべやべ、参りました。でもカーソルが今安定してるから、いけるいける。いけるはず。よいしょ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 。で、青。やべえやべえ、どうよ。お邪魔がだいぶ増えすぎてるな。そこ緑入れたいな。んで、やった、よし、カーソルがね、グラ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 してないからやりやすい。レディーゴー。すぐ入れ替える、緑、よし、で、ピンクで入れ替えて、黄色で入れ替えて、そこピンクで入れ替えて黄色。ほら、もう狙いやすいもの、グラついてないから。で、緑で、そこピンク消す、で緑も消す、で、あー、そこお邪魔入っちゃった、きついな、お邪魔入るときついな。やばい、迫ってる迫ってる迫ってるよ。参りました。参りました、つえな、早えな、ふうたさん。レディーゴー。んで、緑そこ、青そこ、黄色そこ、ピンクそこ、入れ替える、ピンクそこ、緑そこ、んで適当に来た、ピンク。あれ、どうやって消すの、当てればいいのかな、普通に。レディー、お願いします。すぐ黄色。んで、青で消す、ピンク消す、黄色消す、ピンク消す、緑消す、青消す、入れ替える、青消す、奥のピンク、奥のピンクで、黄色で緑いけ。んで、黄色消す、で緑消す。カーソルがね、グラグラしなくなったからエイムしやすくなって、圧倒的に。ありがとうございます。こっから5連勝入るよ。レディーゴー。入れ替えて、ピンク、そこ緑入る、入った、助かる。で、入れ替えて、奥のピンクで入れ替えて、そこの緑で、黄色で、黄色で、ピンク、青だ、いけ。で、青、黄色欲しいな、黄色欲しいな、いけ、黄色で、ピンク消す、で青そこ消す、で黄色、緑、緑、やったー、お願いします。お、なんかスカスカ。青、黄色、緑消す、ピンク消す、青、
奥の黄色ピンク消す。そのスターは当てればいいの普通に。こうやってうんで青をそこ消そう。うんでピンク緑イエーイありがとうございますフラグなんかカーソルさ最初グラングラン落ち着きがなかったのがさ固定するようになったからね。突然よくわからないんですけど一気にゲーム性が変わったよ。黄色で奥の青で、ピンク緑ピンクそこで、緑早いな。なんか相手動きポンポコポンポコいってるよ。マジになっちゃった、ま、マジにさせちゃった。フロックくんが頑張っちゃったから中途半端に。そこピンク入る。あ間違えた。それやべえな。それ黄色当ててほしいな。よしでやったあ青それ当てたらどうなの。黄色で青を消す奥のピンク消す黄色消す、やべえなちょっとやべえな。その緑絶対でピンクくっつける切り替えて黄色消す緑適当青も適当んでピンク消す奥のさ当ててくれよしで黄色奥のピンクでそこ黄色絶対んでやったお願いします。むず黄色緑絶対そこ消す青くっつけて、黄色消すでそこ青まとめてピンク緑そこ絶対ピンク消す緑黄色青絶対そこ黄色緑欲しいな緑来たサンキューで、黄色やったー4連勝うんでそこの黄色ぶつけてで緑そこぶつけたらどうなの。うんで青黄色ピンク緑消すピンク消す黄色青入れ替えて青消す適当に黄色ピンク緑青消す緑よしむず、すぐピンクピンク消す青奥消す緑消す黄色そこ絶対消してほしいピンク黄色くっつけておく奥のピンクいけるこれで青貯金黄色そこ絶対でそこ絶対でピンク貯金で黄色絶対でそこの青貯金うんで青そこ消してで緑あーくっつかなったやべそれ言ってえなあーよかったありがとうございます。宣言通りやってやったぜ大口叩いてフロックで5連勝なんて言ったけど有言実行。
オープニングデモを見ますか？はい。おお、美少年。ハウンド。昔フラッシュゲーム全盛期の時に流行ったアバターっぽいね、雰囲気が嫌いじゃないですよ。デイ1から初めての日、何この体験版ではって書いてあるよ。戦士になったコラを選び、ハテナだらけの塔へ下る、その冒険の一部分をプレイしていただけます。さあコラを導くのです。人のコラ、さあ戦士を二人選ぶのだ。うん、選んでいいの？あの美少年いる？お、ニード。俺には肉体労働が合っているよな。本当？なんか頭脳労働の方が得意そうな顔してるけど。うん。あとは？ランラン。オッケー言ってるけど、選びません。他には？そんなに多くいないよ。ハウンド。いいだろう。お、戦いが好きそうな顔してるよ。さあ行こう。カードデッキって書いてあったけど。ファイト。食いもんよろしく。最近流行りのそういうカード系のゲームですか？嫌いじゃないですよ。幕開けの層。目の前に謎の子が現れた。はじめまして、ごきげんよう。ここはハテナの塔、ハテナが待っている塔だよ。そして僕もハテナの一人、君らを待っていたんで、君らが望むならばハテナのイロハを教えようか。聞きたい。いい、教えてあげよう。大丈夫、とても簡単。おお、カードがいっぱいあるよ。手札でコラを導く。 A ボタンで手札を選び、コラを導け。 B でその解説が見られる。逆さ男、手札をひっくり返す。割に壊れる。切りつける、3の力。逆さだと攻撃できない。守る、被害を5軽減する。ジャストガードでさらに軽減。ディールする、 X ボタンでディール。手札を配る、大丈夫。良い手札が配られるまで何度も好きなだけディールしてよい。これは角の盾、被害を3軽減、ジャストガードで10の反撃。じゃあジャストガード狙え。敵の行動、敵は大抵危害を加えてくる。このサークルが満たされたら注意だ。守るか回復せねばコラがやられる。今決まった？じゃあジャストガードする？攻撃した方がいいな。火、連撃を狙え。剣士ならば攻撃を連続でつなごう。なるほど、攻撃をつなぐほど力が強くなる。あ、じゃあ今のも配り直しにして
で、ディールして、今、二連撃でしょ？やったー。コラは勝利した。報酬を選べ。パン、集落へ持ち帰れる大事な食料、20で回復する。じゃあ、パンがいいんじゃねえの？食い物よろしく言ってたよね、誰か。はてなはてな、うおー言ってるよ。怖くない、みんなのために戦うんだ。なんだこいつは、排除しなくちゃいけないようだな。ということで、配り直し。ケンケン、ジャストガード。お、ギリギリで盾を使えば敵の攻撃を弾けるのだ。ギリギリっていうのは、そこ、その感じ、それでいいの？まあ、連撃狙うけどね、こっちはね。ミス、いけ、勝ったぞ。コラは勝利した。パンがいいんじゃね。みんなだってパンのために待ってんだろ。パンのために待っててほしいんだ、あのランランって子は。進む方向を選べ。左か右で。へえ。これはどういう順番？ボスがいて、焚き火があって、戦いがある？ヘルプ！で、焚き火があって、ボス。じゃあこっちがいいんじゃない？右の道。あそこに誰かが。え、ヘルプってそういうこと？ひっくり返す。逆さだと使えないカードもある。そんな時はこれでひっくり返せ。敵に対して思わぬ効果。じゃあ言われたから。コラは勝利した。ラブ、ありがとう。今後使えんの？あれでまた帰り道誰かに襲われたりしない？ここならゆっくり休めそうだ。乾いた木がいくらかあるようだが、どうする？ん？どういうこと？乾いた木。ふう、ここは本当に不思議な場所だよな。ハウンドはこの塔の中のことどう思ってんだ？過酷な場所であるが、別にそれは問題ない。出会う奴らがどいつもこいつも君が悪いのはな。ハウンドはそんな風に思ってんのか。鳥以外には何か愛らしい動物がいればいいんだが。ハウンドの考えが聞けて少し勉強になったよ。少し休憩が終わったら塔の先へ進もう。で、ボス？でかっ。手札の確認しろ。L ボタンで手札の一覧が見られる。手札を把握しておくべきだろう。大丈夫です。なんかすげえガードされちゃってるよ。これ。ジャストガードいった？よろけている。よしよしよし。今、連撃のチャンス。逃げ決め。剣来い。あれは3撃目になんないのか。あ、来るよ。ジャストガードいった。コラは勝利した。いろいろなハテナを考えながら、ひとまず集落へ戻ることにした。パンかける2。俺頑張ったよな。これでみんな喜んでくれるかな。
本編ではいろんなハテナに出会えるであろう、いろんなコラにも出会えるであろう、まさか。ありがとうございました。こんにちは、カブトクワガタ体験版へようこそ。俺はこのゲームの主人公、カブトムシとクワガタムシが大好きな小学生。なんかモヤモヤサマーズみたいな喋り方するね、この小学生。まずは俺に名前をつけてほしいんだ。よろしく頼むよ。 A ボタンを押して進め。名前を決めたら上下左右で選んで A ボタンで決定して。 L スティックも使えるよ。名前の文字数で発音が変わる時もあるよ。へえ。へえ。名前を呼ぶ。チンチンさん。バカだろ。バカだろ、本当に。何をやってるんだね。本当にね。いや、これで決まり。使えない言葉が含まれている。何？はいぞ。これでよ。はい。カブトクワガタ。カブトクワガタ。スタートするにはどれかボタンを押してください。お前さん、モヤモヤサマーズから飛び出してきたのかい？俺はパイゾー。ここが俺の住む町。虫ショップもあって大好きな町だ。ここから冒険が始まる。地図の行けるところにはマークが出るから、上下左右で選んで A ボタンで決定して。L スティックも使えるよ。自分の町。ここが俺の家。今は夏休みなんだ。さてと、今日は何して遊ぼうかな。なんだかワクワクするぜ。パイゾー、今日は登校日でしょ。遅れないで学校に行きなさいよ。登校日、僕のところでは夏休み登校日っていうものはなかったな。ゲゲゲ、忘れてた。登校日か。ああ、思いっきり遊ぼうと思っていたのに。こういう漫画とかね、なんか作品には登場するんですけど、習慣としてね。僕は一度も登校日って経験したことがないですね。何言ってるの。毎日毎日遊んでばかりでしょ。さあ、もう時間よ。早く行きなさい。わかってるよ。行くよ。行ってきます。大人になったから気づくんだよ。こうやっていつも子供のことをしっかり見てくれていたんだなってことを親がね。話す。お母さんがね、病気で、ね、入院してる時に気づくんだよ。ああ、そういえばお母さんもいつもそうやって、今日はあれでしょとか、これでしょ、歯磨きなさい、ちゃんと寝なさい、テレビ消しなさいっていろいろ言ってくれたのは、ちゃんと俺のことを見てくれていたんだ。はい。話すを選ぶと同じ部屋にいる人と話ができるんだ。今は誰もいないけど。話す。寝るとそれまでのゲームの内容を保存できるんだ。ゲームをやめるときは必ず保存してね。お母さん、なんだけ言われたにさ、寝るってとんでもねえガキだな。ここまでの内容を保存しますか。保存する。保存し、寝る。仮眠。まだここでは仮眠はできない。ゲームが進むと仮眠できるようになるよ。もうのび太くんだからね。のび太くんはシエスタのキングだから、シエスタキングのび太くんだからね。じゃあ出よう。自分の街で投稿ビタっていうのにさ、虫ショップをさ、こうやってサジェッションをされちゃってるっていうね。ダメでしょ、虫ショップ行ったら。何時なの、その投稿ビタさ、あるんじゃないの、時間が。ここはお気に入りの虫ショップ。まだちょっとだけ時間があるから寄っていこう。あるのか、時間が。こんにちは。いや、パイゾーくん、いらっしゃい。今日はいいオオクワガタが入荷したよ。見ていくかい。みんなモヤモヤサマーズしてますね。え、オオクワガタ大好きなんだ。見る見る。でもまあね、声優さんを雇用するコストはこれでカットできるもんね。体格特別、元気5、強さ290、性格冷静、技元気アップ、遺伝ハンツヤ、全長77mm。強えじゃん。わかんないけど、わかんねえけど強えんじゃねえの。だってほら、あの三角形なかなかの面積をさ取ってるじゃん。これをどうにもらえんの。すごいな、オオクワガタ。欲しいな。ねえ、これいくらするの。7500円だよ。買うかい。
おっと、タイゾウくんの今持っているお金では足りないようだね。まあ今さ、たけ言ったけど命なんだからね。だから7、あらあら、お金がないって寂しいものね。さなぎっていう子が現れたよ。な、突然出てきて君は誰だ。私の名前はさなぎ、覚えておいて。私はこの町で一番カブトクワガタが好きなの。この店の常連なのよ。一番とは大きく出たね。なんだって。この町で一番カブトムシ、いやカブトクワガタが好きなのは俺だよ。まあまあ、二人とも好きなものが同じなんだから仲良くしてよ。そうね、こんな子供っぽい言い争いしている時間はないわ。忙しいからもう行くわ。じゃあまたね、ごきげんよう。マウント女子。自分の冗談だよ。で、投稿日なんじゃねえの。そんなさ、大好きな常連のお店寄ってから公園とかさ、これ普通に休日じゃん。ここは学校に行く途中の公園。小さい頃からよく虫取りして遊んだんだ。じゃあもう残ってねえんじゃねえの虫。あんたがいっぱい取っちゃうから。いないな。いるはずないか。でも、もう一度探してみよう。どうかしたの？誰か探しているの？あ、うん。ちょっと、人と待ち合わせしていたんだけど、見当たらなくて。ここ、初めてなんだ。そうなんだ。俺、この公園詳しいから、一緒に探してあげるよ。今日、登校日なんじゃねえの？え、あ、ありがとう。でも、いいや。きっと僕の勘違いだよ。ありがとう。またね。そうなの？じゃあね。何か今日は変わった人と会うな。この公園の木にも昔はカブトムシとかクワガタムシとかいたんだよな。いないと思うけど見てみよう。あんたが幼い頃から撮り続けるからだよ。まあいないと思うけど。うわ、いたよ。あれ、オオクワガタじゃないかな。いたのか。まさか憧れのオオクワガタが。どうするパイゾ。いや、こんなチャンスは二度とないぞ。俺は木登りは得意なんだ。行くぜ。よし、ここまで登れば。あれ、いない。あの、ウロの中に隠れたのかな。で、アリスみたい、アリスみたいな不思議の国に行っちゃうんじゃねえの。ウロの中に、なんだろう、あの光、怪しいな。えい、ここまで来たんだ。手を突っ込んでみるしかないぜ。それ。そうやってカエルを追いかけて地下世界に行ってしまったさ。メタファイトっていうゲームもあんだよ。デンデク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 デンもう少し休んでいきなよ。つよしくんの自動温泉読み上げ結構優秀だね。いや、何か用が。そうだ、学校に行くところだったんだ。早く行かなきゃ。これで僕をびっくりさせるんであれば、最後さ、スタッフのクレジットが流れた時にちゃんとパイゾーのとこにさ、声優さんの名前があったらさ、わざとこういう風に喋っていたっていうオチだったら、僕はもうめっちゃ拍手を送る。いや、何か用だ。そうだ、学校に行くところだったんだ。学校って何？この辺りにはそんなところないよ。そういう自動音声系を披露していたとすれば。学校がないってどういうこと？それいいな。ここはどこなの？僕の自主制作映画の短編集に一つそういうの用意したいな。大変だ。また虫が襲ってきた。なんとかしなきゃ。タイゾウくんも動けるなら一緒に来て。始まりの街。僕だって逆にだよ。モヤモヤサマーズを見ていてずっと面白いナレーションの声の方だなと思っていたんです。ずっと自動音声がこんなに優秀と知らなかったからさ、あの当時で。後からさ、あ、これ自動読み上げなんだって聞いてさ、びっくりしたもん。本当にシーズン1かシーズン2ぐらいの初期の頃。今はね、本当に Google の自動読み上げってめちゃめちゃあれじゃない、発達したじゃない。でも2000年ちょい過ぎぐらいのさ、あの時代だったからさ、あんなに優秀とは思わなくて、ほら、僕の中では、そのパワープロのあの感じのイメージがあったからさ、木綿さんくんみたいなやつね。で、つよしの家、町の広場。これ完全にアリスだよね。やっぱり赤い目の虫だ。こいつはノコギリクワガタ。
ただでさえ気が荒いのに。どうしよう。ここは私に任せて。え、こんなに大きいの初めてだけど、私のココアで何とかする。君はサナギ虫ショップの？てか、このでっかい虫は何だ？何が起きてるんだ？はい、ゾウ君。まだ何も分かっていないみたいだけど、今説明している時間はないの。危ないから離れていて。相手はノコギリクワガタ。オス、体格、特別、強さ、260。私のコクワガタで追い払ってやるわ。コクワガタ、行け。ちょっと待って。性格によって得意と苦手があるの。モンスターファームが始まった。性格で私の勝ち。相手の元気が減ったわ。私が先行。攻撃してくるわ。やべ、アレキサンドリアミートバーサスゼットムーン思い出せよ。私の攻撃。やったわ。最近そうですよね、実際の声を合成するっていう技術もありますもんね。そうだよね。ノコギリクワガタを追い払った。さすがサナギさんだ。ありがとう。よかった、なんとか勝てた。パイゾウ君、いろいろ混乱しているみたいだから説明してあげようか。くっ、相変わらず上からの目線。でも何が何なのか教えてください。一言で言うと、ここは地球じゃないの。どっかの異世界で、この世界はカブトクワガタが超巨大なのよ。パイゾウ君、公園でオオクワガタ見つけて木のうろに手を突っ込んだでしょ。あそこがこの世界への入り口だったみたい。もうみんな超って使うよね。僕も使っちゃうんだけどね。もう超のその価値って言いますか、言葉の持つ重たさみたいなのはだんだん軽くなってる気がします。私もオオクワガタ捕まえようとして、その言葉の語感リズムで超でもないのに超をつける。だから超カメハメハってあった時代、あれっていつものカメハメハの何倍もの威力大きさがあったわけじゃない。でもそこまでの巨大なことを表現しなくても、なんとなく気持ち超をつけちゃうみたいなところで使われるんで、なんでサナギはノコワガタで戦ってんの？なんでもないっす。なんでもねえ、なんでもねえ。赤い目の虫を倒してこの世界の謎を解くため。出なきゃ地球に帰れないしね。超地球。私はこの世界に来てもう何日か経つのよ。パイゾウ君よりちょっとだけ先に飛ばされたと思うんだけど。え、もう何日か経つ？時間の流れが違うみたいね。さっき、え、さっきいたじゃん。さっき、え、あの後ここに来たの？パイゾウ君、僕からも虫使いやこの世界のことを説明するよ。まずは一旦僕の家に戻ろう。なんと、ここは地球じゃない異世界らしい。全く大変なことになっちまったぜ。でもくよくよしても仕方がないし、そう、この世界には俺の大好きなカブトクワガタがいる。しかも巨大な。これさ、大丈夫？散々子供の頃からさ取ってきたんでしょ。でやっぱ子供だからさ、死なせちゃったりするわけじゃない。でも向こうからしたらさ、たくさんいる子供のお子のうちの一人が君のその気まぐれで手づかみでわしづかみにされてさらわれたっていう、そういう積年の恨みをさ勝手にこっちの方で。俺も虫使いになってサナギみたいに悪いやつらと戦うぜ。で、どうすりゃいいんだ。向こうから見たらあんたが悪いやつだよ。あんたが悪いやつ、あんたがもう何逃げなしでわしづかみして、それをなんか戦わせ合ってとかさ、やってさ、で、足んなくなったらさ、7万5千円っていう値札をつけられたさ、おいちゃんがわしづかみした昆虫を購入し、いや、なんでもないです。今日何にもね、何でもねえが多いな、プレスさん。虫を見て驚いたと思うけど、もともと人間と虫は仲良く暮らしていたんだ。サイズが違うんだから、逆に君たちが虫にわしづかみにされてさ、人間相撲をさせられるんじゃねえの。けど最近目が赤くてとても凶暴な虫がどんどん増えているんだ。目が赤いって、みたいに暴れて母体がみんな困っている。そのこととサナギさんやパイゾウ君がこの世界に来たのに関係があるかどうかわからないけど、僕たち人間も目の黒い正常な虫と力を合わせて赤い目の虫と戦っている。
赤い目の虫にはですね、見えるんですよ。君たちの頭の上に数字が、今まで何匹虫たちを無駄死にさせてきたかっていう、それを見て攻撃してきてんじゃねえの。町の幼児屋に行くと、もっといろいろ教えてもらえる。案内するよ。話す。だって、くしくも全員虫好きが集まってるわけだからね。話す。話すを選ぶと、僕が知っているヒントを言うよ。今はまず、ここを出て、よろず屋へ行ってみて。よろず屋。寝る、寝る、始まりの町、町の、町のよろず屋。パイゾウさん、いらっしゃい。ここは町のよろず屋です。私は店主のみかん。よろず屋では、虫の餌を買ったり、仲間にした虫を売ったりできます。こんにちは。俺も赤い目の虫と戦って、みんなの役に立ちたい。虫使いになりたいんだ。どうすればいい？わかりました。では、パイゾウさんのスマホに図鑑アプリを入れておきます。スマホ。バトルするときに図鑑の虫のオスを呼び出して敵と戦うのです。バトルで勝ったら相手の虫を図鑑にしまっておくことができます。図鑑は X ボタンでいつでもどこでも見ることができて、自分の虫に餌をあげて強くすることができます。餌をあげるのはバトルで勝つためにとても大切なことです。餌。終わるときも X ボタンを押してください。図鑑にはバトルで勝つための大切なヒントが書いてあるので、虫使いを目指すならば必ず見てくださいね。さてと、まずは虫使いになれるか腕試しをさせていただきます。町の外れに御神木と呼ばれる大木があります。そこにいる赤い目の虫と戦って、この6種類のオスを全部捕まえてください。え、図鑑を見れば進み具合がわかります。御神木の虫、オス6種類を捕まえてください。ご神木には主であるヘルクレスオオカブトもいると聞きます。ヘルクレスオオカブトを捕まえることができたら腕試し合格です。表へ出ろ。ご神木の主、ヘルクレスオオカブトを捕まえてください。話す。出る。始まりの町。いいの、このよろず屋で本来なんかさ、武器とか買ったりするんじゃねえ。ちょっとお姉さん、もう一回。いらっしゃい。ここは町のよろず屋です。今回は何にしますか？話す。じゃあ、買う。餌を買うにはお金が必要です。パイゾウさんは今、1000円お持ちです。なんで知ってんだよ。超筒抜け。どの餌を買いますか？餌を選んで A ボタンを押してください。何の効果があるかわかんねえんだけれども、ファミコン時代じゃないから、選択したらどんな効果があるかきっと教えてくれるんでしょうね。カブトムシ、クワガタムシのとても良い餌。あ、僕これ一時ですね、クワガタ飼育していた時期があったんですよ。預かってね、その時に、こういう色のゼリーをねあげてたよ。カブトムシの餌、クワガタムシのとても良い餌。じゃあこれを一発。クワガタムシのとても良い餌を買いますか？はい、買う。ありがとうございます。クワガタムシのとても良い餌ですね。図鑑に入れておきます。全部読み上げてくれるからね。どの餌を買いますか？買う、売る、地下、出る。全部読み上げてくれますからね。地下、売る。図鑑の虫を買い取ります。虫によって買い取り価格が変わります。オスよりメスを、あと珍しい色ほど高く買い取りますよ。町のよろず屋では今オオクワガタを探しています。パイゾウさんが捕まえてきてくれたら買い取り価格を2倍にしちゃいます。こんなことしてるからさ、赤い目の虫たちに襲われちゃうんじゃないの？どの虫にしますか？コクワガタ。で、今このコクワガタを持ってるんだね。まだいません。まだいません。まだいません。あれ、これまだいません。カマキリじゃねえの？違うのか。まだいません。まだいません。まだいません。全部読み上げてくれますからね。で、これは何？地下。ごめんなさい。体験版ではパイゾウさんを地下にご案内することはできません。地下にご案内。地下、出る。始まりの町、じゃあ行ってみよう。これが虫がいる御神木か。でかすぎるぞ。ここにいる虫はすべて赤い目で凶暴になっている。昔はこんなことなかったのに。虫の探し方を教えるね。まず上下左右ボタンで移動して虫を探すんだ。 L スティックも使えるよ。虫がいるときは水色のマーカーが点滅して教えてくれる。 L か R ボタンを押すとズームできるよ。点滅しているときに A ボタンを押したらバトル開始だよ。へえ。 B ボタンを押したら御神木からいつでも出られるよ。これラスボスがさ、こういうんじゃないの、君の
近所の虫ショップの店主に我々は恨みがあんだ。君たちはともかくね、我々はその店主、俺たちの仲間を乱獲し、値段をつけて売りさばく、あの店主、そいつだけが我々は憎いんだと。だから、君を解放する代わりに、あの店主の首をここに持ってこいって言われたら、パイゾー君はどんな選択を取るんでしょうね。そういう。そういうゲームじゃねえから。そういうゲームじゃねえって、そういうゲームじゃねえから。バトルする。バトルするって言われてるけど、でも、お目当てがいるわけでしょ。でもまあ、一回やっといた方がいいのかな。バトルする。一旦ちょっとバトルをね、経験しましょう。んで、スクロールした分ね、戻んなきゃいけねえっていう。動かすからだよ、いたずらに。ここにせっかく初期設定でカーソルが行ってたってあんたが右に動かすから。いやでもそんな風に記憶されてると思わなかったから。どのコクワガタにしますか？右上のボタンで並べ替えができます。オス1号、野生、体格、小型、強さ120。オス1号。コクワオス1号、野生、体格、小型、元気8、強さ120、性格、冷静、技、素早さアップ、遺伝、ハンツヤ、全長 105cm。全部読み上げてくれます。お、ギャラリーがいる。左側だよ。サンキュー。行け、コクワガタ。始まったよ、モンスターファームが。虫の性格によって得意なタイプと苦手なタイプがあるんだ。青の冷静は赤の強気に、赤の強気は緑の調和に勝てる。性格で君が勝った。相手の元気が3減ったよ。元気が減ると攻撃力も下がるんだ。性格勝ちで君が先行。 A ボタンで攻撃。これはすぐピッと止まんの？これすぐピッと止まんの？それによって変わるかね、押すタイミングが。すぐピッと止まるのか。君の攻撃力は。すぐピッと止まった。よし、暗い。これが俺の15だ。相手の攻撃力は。これは数字比べなのかな。やった、ズドーン。1号さんが頑張っています。君の攻撃だ。 A ボタンで攻撃、 B ボタンで特殊技が出せるよ。ズドン。君の攻撃力は15。相手が攻撃してくるよ。15なら大丈夫です。だって向こう18しか選択しないんだから。残った、残った。よっしゃ、勝ったぜ。よっしゃ、勝ったぜ。まあいろいろ言ってるけど結構好きです。目が覚めて元に戻ったんだ。結構好きです。ノコギリクワガタを捕まえた。次のバトルで呼び出せるよ。おお、なんと。ノコギリクワガタが餌を持っていた。クワガタムシの餌を手に入れた。お、なんとなんと、倒した相手が仲間になるシステム。これジャンプ漫画の王道ね。で、なんだって、ジャンプ漫画の王道とか言ってるからさ、餌がどうこう言ってた。今餌がどうこう言ってた気がするんだけど。どのノコギリクワガタにしますか？オス1号、 R スティックでいろいろ観察できます。餌をあげて強くすることに。よし、餌を与えよう。この子は1号、ちょっと待って。体格、小型、元気1、強さ50、性格、強気、技、素早さアップ、遺伝、パッと見145cm。 僕の1号ちゃんよりも、まあ、1号ちゃんとの相性もあったけれども、ちょっと期待が持てなさそうなんで。ノコギリクまだ今コクワガタ。どのコク、オス1、R スティックでいろいろ観察できます。餌をあげて強くすることもできます。コクワオス1号、野生、体格、小型、元気7、強さ110、性格、冷静、技、素早さアップ、遺伝、ハンツヤ、全長 105cm。全部読み上げてくれます。餌を与えよう。元気10まで、栄養24。餌っていうか、まあご褒美だな。うん、で、何これ、コスモをあげろ、コスモメーターをあげろみたいな。カブトムシの餌、栄養30。うえー、すげーな。はい、よしよし、元気になれよ。これを食べることによって、あの10分の7になってる元気が、元気10、強さ140になりました。わほー、どの国、こんなに餌があるんだったら相性っていうのがあるんでね。じゃあこの子にもね、ほら10分の1だからね。いいよ。どの餌にしますか？うん、そうだね。まあ最初から甘やかしちゃうとね、どっちが立場が上かっていうのを履き違えてしまっても良くないからね。これぐらいで。よしよし、元気になれよ。元気
気、8、強さ、120になりました。何 ?120? そんなに成長すんのか。現地10まで、よし、早く吉図鑑お目当てに遭遇したいですね。さあ行こう。お、ツンツンだって。この辺スカウターだな。マーカー点滅時に相手はカブトムシ。メス、体格、小型、強さ120。この虫とバトルしますか？お願いします。戦う虫を選びます。できればね、もう一属性も欲しいところですけどね。どの子オス1号、コクワオス1号。これ大丈夫？なんかさ、戦わできえな。戦わせすぎるとさ、負傷したりとかしないよね。性格勝ちで君が先行、 A か B ボタンを押して君の相手が攻撃してくるよ。無駄無駄。相手の攻撃やった。ズドーン。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して君の相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は7。結構好きこういう世界観、ゲーム性は結構好きです。いろいろね、ちゃちゃを入れておりますけれども、やっちゃった。バイストンウェル。目が覚めるカブトムシのメスを捕まえた。卵を産ませることができるよ。え、大丈夫これ、皆さん大丈夫こういうの。カブトムシが餌を持っていた。カブトムシの餌を手に入れた。これ皆さん大丈夫ですか？お苦手な方はね、飛ばしていただいて。バトル前に餌で虫を強くした方がいいよ。もちろんそうさせてもらうよ。まずはうちのね、どのエース。コクワオス一。どの餌にしますか？クワガタムシ、クワガタムシの。でも餌もだんだんなくなってきたからね。できれば早くね、ターゲットに遭遇したいです。さあ行こう。これは相手は平田クワガタ。オス、体格、小型、強さ120。この虫とバトルしますか？一応やっとく。戦う虫を選びます。で、緑だから、赤い子がいいんでしょ。どのノコギリクワガタにします？オス1号、ね、ヤスオス2号、ヤスオス1号。じゃあオス1号で。ノコギリオス1号、野生、体格、小型、元気、10。食った分のゼリーをここでさ、回収してほしいね。君の虫は左側だよ。え、ノコギリクワガタ。性格勝ちで君が先行、 A か B ボタンを押して君の相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は7。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。ちょっと早くなりましたね。相手が攻撃、おそらくね、コロコロコミックスの読者でしょうからね、こういう分かりやすくってかつ熱いバトルがいいよね。すごく僕も好きだよ。目が調和。平田くよし、じゃあ餌をね与えて、これで三属性全部揃ったよね。バトル前に餌で何の虫かよく見相手はいねえんだけどいねえんだけどこの子知ってんだよ。この子違うね、いつもね。まず特徴があるじゃない、この虫に詳しくない僕でも分かるような特徴がね。その特徴がとちょっと違うんでね、これも違うもんな。これこの子何回かお見かけしてるもんね。この虫とバトルしますか？バトルスやめる。さあ行こう。うちでお預かりしたクワガタがさっきのクワガタでしたよ。その奥はあのね、ここの奥、ここの裏、ちょうどこの裏になんかね、いたのよね。それマーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。一旦ちょっと仲間とブリーフィングしたらどう？相手はノコギリクワガタ。
この虫とバトルし、バトルする。いねえな。一旦出よう。一旦、うん、一旦出る。一旦出よう。一旦ちょっとさ、ストロベリーフラペチーノかなんか飲みながらさ。町の広場、町のよろずが。あ、ちなみに。いらっしゃい。話す。買う。売る。図鑑の虫を買い取る。町のよろずやでは今、オオクワガタ。どの虫にしますか？ほら、かぶってる子いいじゃん。まだノコギリ。どのノコギリ？このニュー。オス。これ元気さん。2号。2号ちゃん500円。売る。500円で買い取りました。続ける。で、スーパービッグバトルに備えてね。カブクワガタムシのとても良い餌。L か R ボタンを押す。あれ、来たんじゃねえの？相手はカブトムシ。オス、体格、小型、強さ、120。求めてます。この虫とバトルしますか？はい。バトルする。戦う虫を選びます。まだいません。まだいません。コクワガタ。うん。なんでブルーチームでいきましょう。どのコクワオス1号。お願いします。ターゲットのために力を温存したいとこなんですが。うん、まずはね、この相性で性格勝ちで君が先行。 A か B ボタンを押して。君相手の攻撃やっ。君のあま連打しちゃった。連打しちゃった。クソ連打、連打しちゃったよ。サンキュー。君の攻撃だ。連打 B ボタンを押して。君の攻撃だは2。あっ。あっ。相手の。しまった。君の攻撃だ。マジ本気。A か B ボタンを押して。君。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は7。大人の本気。よし、やった。大人の本気だぜ。よっしゃ、やったぜ。やったやった。目が黒くなった。オーラギリ。目が覚めて元に戻ったんだ。カブトムシを捕まえた。次のバトルで呼び出せるよ。危ねえ危ねえ。油断しちゃダメだよ。油断して。カブトムシの餌を手に入れた。スクロールもちゃんと気持ちを込めてやんないと。だいぶ捕まえたね。一度ご神木から出て町の人の話を聞いてみよう。次に進むヒントが聞けるはずだよ。え、そもそもここにいなかった説。ご神木から出ますか？そもそもこのご神木にいなかったんじゃないかってね。はい、ゾウくん、こんにちは。質問がある？オーケー。じゃ、図鑑を見せて。そうね。残りの2匹とヘルクレスオオカブトは夜にならないと出てこないかも。夜にするには剛さんの家に行ったらいいわ。そうだ。ちょうど虫の餌を持っているからあげるわ。絶対に必要になるから。次も持っていたらあげるね。ありがとう。クワガタムシの餌を手に入れた。始まりの町、剛の。夜の御神木に行きたい？わかった。うちで仮眠するといいよ。ここで仮眠っていう制度を覚えさせてくれるわけですね。仮眠すると昼から夜、夜から昼に切り替えることができるんだ。話す、寝る、仮眠。仮眠すると昼と夜を切り替えられるんだ。まだちょっと眠いけど、夜になったら。ゴーン。夜の御神木には昼よりも強い虫が集まってくるって。やべえな、それはやべえわ。でも腕試しに合格するためには行くしかない。仮眠、せ、寝る。それやべえわ。夜は静かだな。はじ、御神木。夜は静かだなって。登場人物がさ、そもそもさ 2,3 名しかいないんだからさ。これは怪しい雰囲気。ただごとではないぜ。ただごとではねえって。夜の御神木には昼よりも強い虫が集まってくるんだ。お、これは？相手はミヤマクワガタ。オス、体格、小型、強さ130。強そう。バトルしますか？はい。バトルする。
戦う虫を選びます。コクワガタで、なんだって。青は赤に勝って、ノコギリクワガタ赤が緑に勝つんだっけ。まだいません。ノコギリクワガタ、どのノコギリクワガタにしますか。オス1号、野生、サイ、ノコギリオス1号、野生、お、ちょっと8になっちゃってんじゃん。オス、ノコギリクワガタ、カブトムシ、どのカブトムシ、メス、オス1号、メス1号、野生、メス1号さ、結構強さあるじゃん。あ、メス、え、メス対オスはできないわけ。あー、そう。ノコギリクワガタ、どのノコ、オス1号、ノコギリオス1号、野生、いや、ちょっと元気が減ってますけど。君の虫は左側だよ。ノコギリクワガタ、性格で性格勝ちだ。相手の元気が3減ったよ。性格勝ちで君が先行。 A か B ボタンを押して。君のこ、ほら相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は19。つれえな、確実に高い数字出してくるんだ。君の攻撃だ。A B ボタンを押して。はい、君のフレンドパークのさ、あの飛び乗るゲームを思い出すよ。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は19。しまった。やばいんじゃねえの？やんべんじゃねえの？素早さアップ使ってみる？素早さアップ。ルーレットが遅くなった。これで遅いのか。どうだ、これだよ。飛び乗って、もう東京フレンドパークだよ、もう気分は。出たことないけど。よし、勝った。火吹いてます。気合が視認化できます。すげえな。オーラ出てますね。目が黒くなった。目が覚めて元に戻ったんだ。相手はオオクワガタ、メス、体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか。はい、バトルする。戦う虫を選びます。コクワガタ、あ、まだいません。ノコギリクワガタ、まだいません。オオクワガタまだ持ってなかったんだ。じゃあオオクワガタの、あ、ごめんごめん、僕じゃすごい勘違いしてました。これがターゲットのね、ヘルクレスだと思ったんだけど、これがオオクワガタだ。じゃあオオクワガタのオスを取ったら変化が出ます。だけど、もうバトルは始まっちゃったんでもうバトルは始まっちゃったんで、やるしかありませんね。どのミヤマクワガタ、オス1号、ミヤマオス1号、野生、体育。君、性格勝ちで君が先、君、行ってくれ。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。君、相手、よし、勝つ。サンキュー。よし、目が黒くなったね。で、あとはそこのオスだな。オッケー。じゃあオオクワガタのオスを見つけたら来るぜ、きっとボスが。相手はオオクワガタ、オス、体格、いるじゃねえか、ここに。130。この虫とバトルする。これで終わるわ。虫を選びます。ミヤマクワガタ、よろしくね。相手オスだから、多分さっきのメスより相当強く設定されてるはずなんで。君の虫は左側だよ。行け。正
性格勝ちだ。相手の性格勝ちで君が先行。 A か B ボタンを押して、君の相手が攻撃してくるよ。相手のやった、君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して、君の攻撃、相手の攻撃力は18。よし、勝った。サンキュー。よっしゃ、勝つ。これできっと出てくるでしょう。順番がおそらくあると信じて。オオクワガタが餌を。ご神木の虫、オス、6種類を捕まえました。ご神木の主、ヘルクレスオオカブトを捕まえてください。ここでようやく、こっから30分待ちたらダメだからね。こっから30分待ち、40分待ちはいらないよ。これはマーカー点滅時に L か R すごくね。相手はヘルクレスオオカブト、オス、体格、大きい、強さ130。この虫とバトルしますか。おう、バトルする。戦う虫を選びます。緑属性ってことは赤か。オオクワガタ、ノコギリクワガタ、カブトムシ、ノコギリクワガタ、どのノコギリクワガタにします。オス1号、強さ140の10でカブトムシが強さ50。よし、じゃあここはね、ノコギリ、どのノコギリクワガタに、オス1号、ノコギリオス1号、野生、体格、大抜擢だよ。10、強さ140、正解。よろしく。君の虫は左。行くぞ。性格、性格勝ちだ。相手の元気が3減ったよ。ナイス。性格勝ちで君が先行。相手が19ね。勝ち。攻撃力は20。相手が攻撃してくる。勝ち勝ち。相手のやった。君の攻撃だ。 A か B ボタン。素早さアップ。ここで使っていく。でっかいのいらないよ、でっかいのいらないよ。よし、元気アップ。元気が3増えた。え、なに、え、相手の攻撃力は20の。おい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 なんだけど、おい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 なんだけど、狙う。おらおら、どうだ。おらどうだ。よし、 This is Upnush。ダンバイン。目が黒くなった。目が覚めて元に戻ったんだ。ヘルクレスオオカブトを捕まえた。次のバトルで呼び出せるよ。ヘルクレスオオカブトが餌を持っていた。カブトムシのとても良い餌を手に入れた。ご神木の主、ヘルクレスオオカブトを捕まえました。こっちはサンパウロで全日本倒してんだぜ。ご神木の虫がよく揃ったね。おめでとう。腕試し合格だよ。よろずやのみかんさんから合格のご褒美がもらえるよ。やったぜ、ありがとう。万能、すごい餌を手に入れた。ここまでの内容を保存しますか。保存してくれ。保存する。ここまでのゲームの内容を保存しました。みんな、体験版をプレイしてくれてありがとう。カブトクワガタは面白かったかな。カブトクワガタ本編ではもっとすげえかっこいいカブトムシ、クワガタムシが登場。大迫力バトルが体験できるんだぜ。そしてなんと、カブトクワガタ本編では
カブトムシやクワガタムシを卵から育てることができるんだぜ。君も産卵育成にトライして伝説の巨大甲虫を生み出そう。それと俺のことも忘れちゃ困るぜ。ワープで異世界にぶっ飛ばされた俺やライバルの女の子サナギの運命は一体どうなっちゃうんだ。みんなカブトクワガタ本編で冒険の続きをよろしく頼むぜ。だそうです。任天堂 e ショップでカブトクワガタ本編を買うことができますよ。任天堂 e ショップへ。体験版を続ける。始まりの街。あれ戻ってきちゃったけど e ショップに行きたくないんで。ああそういうことで。あいいプロモーションビデオまた最初から再生し、いい、そんな感じの雰囲気に見えなかったんで。大迫力バトルが体験できるんだぜ。そしてなんとカブトクワガタ本編には、お食事中の皆さんごめんね。卵から育てることができるんだぜ。おい食を楽しまれてる皆さんごめんね。もう一回再生しちゃいました。俺のことも忘れちゃ困るぜ。ワープで異世界にぶっ飛ばされた俺やライバルの女の子サナギの運命は一体どうなっちゃうんだ。みんなカブトクワガタ本編で冒険の続きをよろしく頼むぜ。だそうですよ皆さん。